奥山和義は、日本の映画プロデューサー、映画監督。小畜株式会社専務取締役を経て、現在は株式会社チーム奥山、代表取締役社長。株式会社かつドゥ代表取締役会長。株式会社議員会館代表取締役社長。吉本工業株式会社エグゼクティブプロデューサー。沖縄国際映画祭エグゼクティブディレクター。 シネマジャパネスクとは、奥山和義が中心となって進められたプロジェクトで、従来の全国画一的なブロックブッキングと異なる、放画の新しい制作、工業体制の構築を目指すというものであった。1億円前後の低予算で作った映画を、3から4巻ほどのシネマジャパネスク専用上映館を、基本に、作品規模やテイストに応じて上映館の数を、臨機応変に、 変化させるというものだった。また、CS 放送チャンネル、衛星劇場のオリジナルコンテンツ制作の側面も持たせるため、衛星劇場の名称は、シネマジャパネスクに変更された。解任事件により1997年の10ヶ月間、のみの短命プロジェクトとなってしまったが、奥山の全面式によって有望な若手監督による数多くの放画が制作され、 日本映画界のプロたちの投票によって選出される1997年第7回日本映画プロフェッショナル大賞では功績を評価され特別賞を受賞している。プロジェクトの第一作となる傷だらけの天使は2作目として制作されたうなぎはカンヌで最高賞のパルムドール賞を受賞した話題性もあり工業的に貢献した。それ以降の作品は東京夜曲 キュア、バウンスコーギャルズ、そして翌年のカンヌ国際映画祭正式出品となったフラーズオブ、上海など世界各国の映画祭の多くの賞を受賞したが、工業的には振るわなかった。1998年1月の奥山会人劇をもってシネマジャパネスクは終演を迎えた。当時同プロジェクト内で撮影が進行、完成。 上映間近になっていた映画は撮影中止や、上映延期になり、CS 放送の名前は再び、衛星劇場に戻された。ルーズボーイなど、お蔵入りになったままの作品もある。また、後に無事上映された映画からは、制作指式、奥山和義のクレジットが外され、奥山色は一掃された。ありがとうございます。